あれ奥にいるのあれ。あれ、お父さんですね。うちの親父です。いや。今いくつになられました、お父さん。還暦。秀樹還暦。突然ですが、ライパチの親父は埼玉県の野球が盛んなエリア朝霞市でフレンズという少年野球チームの監督を務めておりまして、今年で3年目、今回ある指令を受けてお邪魔しました。大塚監督はライパチのお父さんですか。どんな監督。厳しい時もある。厳しい時のもの多い。むしろね、面白い。面白い。本当。秀樹還暦。ライパチとどっちが面白い。その中にひときわ大きな選手が、伊藤匠選手、小学6年生。周りと比べると頭一つ抜けている。お久しぶりです。覚えてますか。新座で会いました。バッティング自信ありますか。よろしくお願いします。どんぐらい飛ばすんですか。ここでフリーバイクって言ってて、ファウルだったから、セールまで飛ばしたから。ファウル、あっちまで。要は相手チームとか行ってもあんまり長打力だったらそうそういないレベル。おい、ナイスバッティング。飛ぶ？ショートゴロなんですよ。またボール出しとかして。わーお。いいね、めっちゃ飛ぶやん。やばい、エグい。飛んでた。エグい。へぇ、すごい。あ、声は出てるぞ。変わるんだな。エアです。おー、打った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 。おー、レフト。あ、しかし、アウト。アウト。ヒットを取り消された。大丈夫。さあ、噂の伊藤選手が打席へ。うわうわ。お、確かに。伊藤シフト。すごいとこ守り出した。ワンレフトだ。うわーさー、うわーさー、超えてくんだ伊藤シフト。すごいね、スイング。僕打ちますか。おー、いいスイングだ。朝霞フレンズのみんなは、いや、スイングが綺麗ですね。バッティングとかを教えたりしてるんですか、誰か。監督が。へえ。でも大塚流バッティングやってる割にはみんなライパチみたいな感じじゃないっていう。今あのティー上げてたコーチの方にちょっとお話を伺ったら、もうこれは大塚監督が全部やってると、うん、まあ もはや大塚流だと。なるほど。どういう風に捉えたらいいですか、その息子が。完全に特産 TV です。あれを見てこの何年間か学んだものがここで還元されてるんだと。これ親子対決したらいい。勝負になるかな。いや、もういや、こっちは現役ですよ。対決ってしたことあんの。大人になってからあんまないですよ。無論
ライパチッチはおそらく昔のタックの感覚で来るでしょ、来るからそれを返り討ちにして、ね、この対決どっちが勝つと思いますか。監督対息子、やっぱ次世代力が強い息子ですかね。お、息子今、あーと言いました今、あーと言いましたさあ、親子対決、おお、見送りました、じっくりさあ、肩を消耗しにかかっている息子の戦略あーと決まれた、翔太郎だ、翔太郎だ、ただのホースプレー、監督の勝利です。まだ手技は足りないです、ね、手技は足りない、あの子供の時のままですか、まだあのままでかくあのままでかくなった約36年前から成長した姿を見せないといけない、親子として最後かもしれない勝負、このままでは終われないちょっと待った、これ打ち取られたらチームに何かプレゼントしますか。 OK、はい、お気合い入ってる、急速が上がってきました、お今低め意識されてます。さあ保護者の方も応援しております、保護者も応援してる、ボールしたらダメですよね確かに親っていうのはやっぱ超えられないですからねなかなかね、いつでも対決できるようにうちのチームに入ったらそうだね、修行つも、その後も楽しく打ちまくる選手たち、おおすごい、まさにフレンズ、守備も攻撃もまさに、まさに、やったー、みんなもこの流れで練習を終わらそうとしている、使用していたのは最近少年野球界でブームになりつつあるワニクラッシャージュニア、マルチビクタスさんからの依頼でこのワニクラジュニアを全国へ広めてまいります。一般的な少年用バットより少し重めですが、フレア形状のグリップで振りやすく、大人用のワニクラと同じ素材スペックで作られている。またとある日に東京の少年野球チーム隅田ジュニアにお邪魔したところ、飛ばし屋がいました、木村優太選手、右に左にシュワーなバッティングを披露、さらに逸材だったのは長谷川力選手、左投げ左打ちの選手なんですが、サスポーショート、サスポーショート、センスあふれショートを守ります、サスポーショート、すごい、そしてピッチングではめちゃくちゃショートアーム、もうナイスボール、ガイブスカットみたいな、はい、ナイスボール、わあナイスボール、ちょっと腰引けちゃってんじゃないの、腰抜けるいやー、少年野球界いい選手いっぱいいますね、ワニクラッシャージュニアを持ってお邪魔してもいいというチームの方々、ご連絡お待ちしてます。現在ワニクラジュニアシダバットキャンペーン実施中、詳細は概要欄をチェックしてください。